ソポチャニ修道院精神所の終身ソポチャニのフレスコが、ソポチャニ修道院は、13世紀後半に、セルビア王国の中心地域であった、ラス地方に、ステファン・ウロシュ一世の寄進で建てられた、聖教会の修道院である。ラシュカ川の源流近くに位置している。付属制度はイタリ生三社に建造され、1265年頃に、完成した。 内装が飾り付けられたのはその少し後である。祭壇の大主教の更新には1263年にセルビア正教会の主座主教となった大主教聖サバ2世が表現されている。中世セルビア美術の専門家の中にはソポチャニのフレスコ側この時期のものとして最も美しいと評価しているものもいる。新郎の西側の壁に描かれているのが 名高いフレスコが作品、精神女の終身である。16世紀に修道士たちはオスマン帝国の脅威とそれに起因する出来事によって一時的に修道院を離れざるを得なかった。最終的には1689年の襲撃の際にオスマン帝国軍は修道院に火を放ち、聖堂の屋根の鉛が持ち去られた。 修道士たちもいくつかの重要な遺品を持って、コソボに避難したが、それらは、ソポチャニに戻されることはなかった。破壊された修道院は、その後200年以上帰り見られることがなく、徐々に朽ちていった。ボールとはへこみ、ドームは崩落し、周辺建造物の遺跡も、土や瓦礫に渦漏れるといった具合であった。20世紀に、ようやく修復され、今日では、 献身的な修道士たちによって落ち着いた佇まいを見せている。ソポチャニ修道院に残るフレスコ側は捨れていた200年以上にわたりのざらしになっていたにもかかわらず今なおその美しい姿を輝かせている。1979年にスタリラスの遺跡などとともにスタリラスとソポチャニの一部としてユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。